ここからは15日水曜日に万博競技場で行われました J リーグ第20節ガンバ大阪戦の模様をご覧いただきましょう。はい、早めに来た天王山というところですかね。はい、今季ガンバとは、4回戦いで ね、まあ、2敗2分けということで勝ってないわけです。はい、まあ、勝ち点差が4ということで負けてしまうと7広がってしまうんで、ここはもうぜひともアウェーですけど、できればレッツは勝ち点3を取りたかった試合ではありましたね。はい、それではガンバ大阪戦のスターティングメンバーを見ていきましょう。レッツは永井が第10節大宮戦以来の先発出場、田中達也との2トップで 3-5-2 のフォーメーション、一方ガンバはバレーとバンドの2トップ 4-4-2 のフォーメーションです。こちらね、レッツは小野選手が腰痛のため、はい、まあ、その日にちょっと欠場ということだったんですけどもね。まあ、そしてまあ代わりに、まあ、代わりといいますかね、永井選手が出たわけですけども、はい、永井選手もね、開幕当初はスタメン出てまったわけですから、ね、久しぶりの先発ということで、ね、はい、まあ、燃えていただくことでしょう。はいはい、それでは J リーグ第20節ガンバ大阪戦をご覧ください。監督のやりたいサッカーっていうのはね、まあ、サイドから攻撃組み立てていくってことでね、まあ、意識してもらえるときはすぐもらってね、攻守の切り替えを早くしてつなげていくっていうことを、ね、意識してやりました。ここで負ければもうほぼ追いつけない状態になるんじゃないかなと思ってたんで、前半押されてた時間帯というのはちょっとラインが下がってしまってて前にプレッシャーいけなかったんで、まあそういうシーンが何回かありましたけど、まあ失点しなくてよかった。まあ、2トップで2人でどんどん動き回って、まあ、スペースを作る動きだったりとか、まあ、とにかく動くことを考えてやろうと思ってました。あのシーンだけはとにかくシュートを打とうっていうふうに考えて打ちましたし、まあ、少し向かい風だったのがボールの勢いも弱まってちょうど良かったのかなっていうふうには思いますけど、まあ、今日ロビーと永井さんと僕3人で、まあ、いいコンビプレーもできたし手応えのある試合だったと思います。優勝というものを、ね、目指していく上で、
まあ、ここぞという勝負で、ねしっかりと勝ち点3を取れたというのはチームにとっても大きなことだし、まあ、ただこれを、ねまあ、よくするのも、ね、悪くするのも次の試合にかかっていると思う。まあ、今日勝ったことは本当に良かったですけど、まあ、次の甲府戦で勝ち点3とならなければ、ね、今日の意味は全くないんで、まあ、もうちょっと点を取って勝ちたいなっていう、もうちょっと楽な試合したいなっていう気持ちなんですけど、もう直接対決で勝って縮められたっていうのは非常に大きいと思いますし、本当にいい勝ち方ができて良かったです。やっぱ勝ちに来たんで、まあ、やっぱりそういった結果が出て良かったと思いますし、だから試合に勝って、まあ、サポーターと喜ぶことができてすごい嬉しいですね。まあ、勝ち点3よりね、ガンバに勝ったことと、これから勢いに乗っていけるっていうのと、これから逆風の中でちょっと光が見えたんじゃないかなと思います。Wir haben heute das wichtige Spiel hier gegen Gamba gewinnen können. Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel wird. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt, die hervorragend Fußball spielt. Und es war eine sehr schwere Aufgabe für meine Mannschaft. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir haben teilweise sehr schnell nach vorne gespielt. Wir hatten Bewegung in der Spitze und haben versucht, das Spiel offen zu gestalten und haben dann durch ein Geist-Tor, das eigentlich ein sehr schönes Tor war, das Spiel dann 1-0 gewinnen können. J-League 第20節ガンバ大阪戦は1対0で見事レッズの